ビアのゲラルト。おお、私に分かることなら。言語のようなものを見つけた。あなたもご覧になりましたか。それはハンターたちによる協力の甲斐あって解読できるようになりましてな。何よりだ。それで何と書かれていた。一大事、王様の木のてっぺん、集まれ、そう書かれておりました。王様の木とはおそらく古代樹を指すのでしょう。あの巨大な木か。登るのは骨が折れそうだ。木の中の一部は空洞になっております。そこを通り抜ければ頂上に行けますよ。わかった、早速行ってみよう。私も参ります。きっと通訳が必要になりましょうから。ですがこの老骨、あなたの見客に追いつくなどとてもとても。お先に向かっていただけますかな。後から必ず急ぐ必要はない。では向こうで落ち合おう。どんな研究をしているんだ。私はアイルーや彼らの見たところ、よくぞ高さ低さゆえに子供の相手はどこの。じゃあな、古代樹の頂上へ。間違いない、ここが集会所だ。待て、話が聞きたいだけだ。くそ、やるしかないようだ。どうした、おじけづいたか。ウィッチャーの相手は初めてか。手荒い歓迎だな。続ける気なら相手になるぞ。そう興奮するな。聞きたいことがあるだけだ。参ったな。あの学者の到着を待つしかないようだ。ウィッチャー殿、お待たせしました。助かった、早く通訳してくれ。お前強いな。すごいぞ。てっきり怒ってるのかと思ったが寛大だな。この族長を決める集まりだ。前の族長は何かに取り憑かれてどこかに行った。探したが見つからない。これは一大事だ。新しい族長を決めなくては。そこにお前がやってきた。お前は強い、資格は十分だ。俺たちはお前を族長にするぞ。もう俺が族長だって。おいこんなにも喜んでいるガジャブは未だかつて見たことがございません。とはいえ族長就任はあなたにとっての一大事。さてどう答えましょう。ではこう伝えてくれ。引き受けよう、今日から俺が族長だ。やったぞ。足が長くて髪の白い族長だ。お面をかぶれ、踊りを踊れ。慌てるな、よく聞け。俺が族長になるにあたり三つの決まりを設ける。では一つ目だ。全族長がいなくなった時のことを詳しく話せ。わかった、話すぞ。あれは少し前のことだ。突然全族長が何かに取り憑かれたように苦しみ出した。そして苦しみながらどこかに行った。極上の癒し、木の深い穴。そう、取り憑かれたようにか。ウィッチャー向けの話になってきたな。でその極上の癒し、木の深い穴とは一体何だ。族長に伝わる秘密だ。
どんな傷も立ちどころに治す族長の特権で、俺たちには分からない。なるほど。族長は自身の不調を察し、治療しようと秘密の場所に向かったのか。よし、では二つ目の決まりだ。新族長は面をかぶらない。踊りも踊らない。なんだって？そんな族長は許さない。かぶって踊れ。最後まで聞け。では三つ目の決まりだ。全族長が見つかったら、そいつに族長の座を譲る。俺がいなくなった族長を探してやろう。これで文句はないな。本当に探してくれるのか？よし、承知した。もし探し出せたら、お前を族長にするのは諦めてやる。ただし、見つからなかったらお面をかぶって踊りを踊ってもらうぞ。では、そうならないよう全力で探し出そう。癒しと聞いて思いつくのは霊薬だが、この森にバーベナや草の王といった薬草は自生しているか。霊薬の調合に必要なんだ。はて、初めて耳にするなですな。申し訳ありません。私は植物の専門家ではないもので。ですが、編纂者ならばその草や極上の癒しについて知っているかもしれません。調査団の編纂者とは、あらゆる調査結果を記録し、誰もが理解できる形にまとめ上げる専門家。私の知らない森の姿もきっと知っているのではないかと。それで編纂者はどこにいる？彼女でしたら南のキャンプに待機しておりましょう。あなたに何かあったらサポートするようにと総司令から言いつかっておりますから。わかった、ありがとう。木の深い穴とは、おそらく場所を指しているんだろう。この森にそういった地名はあるか？地名はございませんが、場所そのものにもしやという心当たりはございます。ご存知の通り、古代樹の一部は空洞になっており、中を通り抜けることができるのですが、その道筋は実に地上から頂に至るまで。なるほど。つまり木の深い穴とは、空洞の最も低い場所というわけだな。いい案だ。行ってみる価値はある。木の中は迷いやすいので、どうかお気をつけて。族長は何かに取り憑かれたようだったと言っていたな。興味深い話だ。俺の経験で言うと、こういった場合は大抵何者かに呪いをかけられている。今この森は私どもの常識の及ばぬ不思議の連続。確かに何が起こってもおかしくはございません。では族長が呪いにかかっていると仮定しよう。彼は呪いを解こうと自ら姿を消した。例えば、そうだな、祈祷師のもとに向かったとか。調査団に祈祷師はいるか？いえ、そういった技能を持つ者は調査団はおろか、新大陸には存在しないかと。この線は難しいか。考えを白紙に戻そう。だが、族長が呪いにかかっているという考えは、このまま深めても良さそうだ。それにしても、この謎解きといい、ガジャブーではない俺を族長に従うことといい、奴らが何を考えているのかさっぱりわからん。ウィッチャー殿、それについてはご安心を。彼らのことは何を隠そう、私もさっぱりわかりません。お互い苦労するな。まったくで。だが、相対したものを理解できないときはどうする？研究対象である以上、避けるわけにはいかないだろう。簡単です。分かり合えないことを理解するだけです。振り返りを知り、受け入れる。ただそれだけ。受け入れるか。共存できる可能性があるだけマシだと思えるがな。よし、もう十分だ。お気をつけて。族長が見つかりましたら通訳に駆けつけましょう。
お疲れ様です、ビッチャーさん。調査の進展はいかがですか？まあまあだ。確か君は調査団の編纂者だったな。聞きたいことがある。はい、私に分かることでした。この森にバーベナや草の王といった薬草は自生しているか？霊薬、ああ、傷を癒す薬の調合に必要なんだが。草の王、今のところ新大陸でそうした植物が発見されたという報告はありませんね。どなたか具合の悪い方がいらっしゃるのですか？ガジャブの族長が行方不明になっている。今回の異変に関係していることは確かだ。奴は不調を覚え、極上の癒しと呼ばれる何かを求めたようだ。それが一体何なのかを探っていた。古代樹の森にそのような薬草は自生していませんが、極上の癒しについてはある程度推測できるかもしれません。聞かせてくれ。この森には傷を癒すのに様々な手段がありますが、最も効果的なのが大回復ミツムシです。大回復ミツムシとは、回復効果を持つ蜜をたっぷりと蓄えた環境生物で、刺激を与えると蜜を撒き散らし、周囲のものの傷をたちまちのうちに癒します。とても珍しい環境生物なのですが、森に根付いた戦闘民族の長であるならば、大回復ミツムシの居場所を熟知し利用していてもおかしくはないと思います。行く価値はあるな。場所を教えてくれ。古代樹の根元、生態マップでいうと13のエリアです。ありがとう。地図を頼りに行ってみよう。この森にはどんな怪物がいるんだ？興味があってな。大型から小型まで様々ですよ。大空を舞うリオレース、大食感のドスジャグラス、目にも止まらぬトビカガチ、それと毒液を吐く色鮮やかなプケプケですね。草食竜のアプトノスや集団で獲物を襲うジャグラスは小型モンスターの部類に入ります。ウィッチャーさんの世界にはどんなモンスターが生息しているのですか？そうだな、グリフィン、人狼、フォグレット、昼しか現れないヌーンレイス、よりどりみどりだ。おお、捕獲するのは難しそうですね。そうだな、だが始末する方が楽なのは間違いない。ところで、あのハンターはどこに行った？姿が見えないようだな。あの方は現在、森に住まう大型モンスターたちの動きを制する任務の最中です。大型モンスターが現場に乱入すれば、あなたの調査が阻害されます。この広い森をたった一人でか。大したやつだな。あの方は、なんというか、特別です。技量、機転、応用力、何よりも一度決めたことは必ずやり遂げるあの精神力。私は仕事柄多くのハンターと接しますが、あんなハンターは後にも先にも。しかしたら私は後に英雄と呼ばれる方と同じ時を生きているのかも。英雄か。俺の友人が聞いたら喜んで歌にするに違いない。きっとその日は来ると思います。ここに英雄がいた証、その勇気を誰もが口ずさむ日が。私はそれを信じていますとも。それじゃあな。ご武運を。あれが族長か。やはり何かに呪われているな。ここは戦うしかない。
待たせいたしました。このガジャブが族長で間違いないでしょう。聞きたいことがあるならお急ぎを。意識がはっきりしているのは今だけかもしれません。わかった。通訳を頼む。手荒な真似をしてすまない。俺はリビアのゲラルト、お前を探していた。え、ラマニーノだ。うん、俺を。ああそうか、急に意識が遠くなって急いで治療しようとここに。お前に呪いをかけた奴がいる。俺はそいつを倒しに来た。意識が遠くなった時何を見たか覚えているか。黒い渦を見た。渦の中から枯れ木のような腕が伸び俺を掴んだ。そこから先はよく覚えていない。黒い渦とは門のことだな。枯れ木のような腕、その主こそが異変の中心にいる怪物で間違いない。お前はここでおとなしくしていろ。俺ならその怪物を始末できる。なぜ俺を助け。俺にとっての一大事でもあってな。ではな。私はもう少しここで調査を続けます。族長の様子も気になりますので。くれぐれも油断しないようにな。間違いない。族長の異変と森の異変はつながっている。事件を解決すれば奴にかけられた呪いもおのずと解けるだろう。よし、調査を続けよう。Finally, it took me so long to kill this bastard. Oh my god. I managed to save the Pookie Pookie. Oh my god, I'm so frustrated but tired. Oh boy. At least I did it. I can see the alternate ending for this or the additional cutscene. I don't know. Come on, finish the damn quest already. I want to see the damn last scene for this event. Oh boy.Let's see. Yay, he's not possessed anymore. The Gaja Luka Chief is not possessed.So was that the additional cutscene, or there's gonna be more after this one? Congo Gajabu,
I guess the dialogue is different, I think. あのハントはどうだ。怪物退治をしていた間、邪魔を防いでくれたと聞いた。あの者は優秀であるがゆえに多忙でね。君がレイジェンを討伐するのを見届けてすぐ別の任務へと向かった。君によろしくと。では、報酬。I thought they were gonna show my character for this cutscene after I completed all the side quests, but nope. That didn't happen. ハンターは魔法とは無縁と聞くが、俺の世界では物に魔力が宿ることがある。これを使ってある程度の炎を呼べるだろう。また奴が現れたら次は君がやれとハンターに伝えてくれ。イエーイ。The event was not that powerful as the Ignis signal sigil.Oh, there is another cutscene. Sweet. Well, there he goes. Oh no, the Pookie Pookie, you're gonna say goodbye? なるほど。お前の友達を助けたねえか。ありがとう。お前たちとは仲良くなりそうだ。だが、俺は依頼を受けたにすぎ。これは彼らに渡してやってね。調査団の最も優秀なハンターに。いつかまた会おうと。では、さらだ。No, you're gonna say goodbye. No. No more good Pookie Pookie. Let's see, do I get enough bones? 1, 2. Only two? Shit.Gonna attack you. Oh man. You see, you got a shell shock from the sheath. It will also help you out more easily. In cutscene, the Wild Hunt title was added. Okay. In other words, I still won't be able to make the damn armor for Geralt. Damn it.At least I got the last cutscene, the two last cutscene from doing this. Oh boy. Well, I hope you guys enjoyed this video. I'll probably have to edit this out. So yeah, I'm gonna try and get the few bones that I'm missing and then the car, necker, whatever it's called, so I can have so my polycule will kind of wear it, the armor, whatever. So yeah, so guys, thank you so much for watching my video. Hope you enjoyed it, and I'll see you guys in the next video. Peace.